こんにちは、モノクリームです。今日はですね、また新しい商品が届きましたのでご紹介したいと思います。はい、でこちらになります。カールサイスの 55mm f1.8 です。はい、で買ってしまいました。結構これかなり迷いに迷いまして、以前持ってたっていうのもありますし、まあ、半年ぐらい前まで持ってたんですよね。で、他にもいいレンズあるので、Gレンズとかなんですけど、結局これを選びました。はい。で、4本ぐらいご紹介してたんですけど、欲しいレンズが、このレンズと、あと、50mmF2.5 の Gレンズ、170g ぐらいのやつですね。あとが 40mmF2.5。と、あと 35mmF2.8 のサイズで迷ったんですけど、結局僕やっぱり 50mm ぐらいが一番使うし、あとこれですね、α1 を手に入れてしまったので、常用レンズとして理想的なレンズが欲しくなって、結局紙レンズというか自分の鉄板レンズ持っておくのってすごい重要だと思うんで、僕ハッセルブラッドでも、カールサイスプラナーの 80mm、フルサイズ換算 64mm をもうそれしかつけてないんですけど、まあそういうのってあるじゃないですか。ほぼそれしか使わないっていうのは。で、まあ写りはもちろん 50mmF1.5 の方がいいと思うんですけど、まあ収差が少ないとかも含めて。ただまあ普段使いとしては軽い方が良くて、その描写もいいんですけど、まあ取り回しのしやすさってものすごい重要で、取りたい時にパッと手に取るっていうのはね、やっぱり重要なんで、こっちにしました。で、数字的には 200g ぐらい、この F1.4GM よりも軽いということで、まあ実際、まあ思った感じ軽いんですけど、つけてみて、α1 につけてみてどうかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。で、まあ、中古で買いました。で、今、キャッシュバックキャンペーンやってると思うんですけど、まあ、新品でもいいなと思ったんですが、まあ、別に、中古でいいかなと。まあ、以前持ってたし、悔しいので、で一応安いのを探しました。で、とりあえず、外観は、この見た目はいいんですけど、ちょっと開けますね、キャップ。お、綺麗。で、フード結構傷ついてることもあるんですが、でフード僕使わないんですけど、綺麗ですね。思ったよりかなり綺麗です。で、確か備品のやつを選んだんで、はいはい。キャップも綺麗ですね。で、本体。まぁ、ちょっとこちり、まあ小さいホコリはあるみたいなこと書いてあったんで、あれ、あ、飛んだ。これは外部的なものでしたね。おお、今さっき小さいホコリが3つ見えたんですけど、ブロワーで吹き飛んだんで、かなり綺麗です。で、外観も、うん。結構いい感じですよ。まあ、ここにちょっとまあ使用感はもちろんあるんですが、全然いいですね。はい。で、リアキャップ開けます。おお、綺麗ですね。うん、だいぶ綺麗です。はい、というわけで、α1 に。つけてみたいと思います。で、この持った感じが、まあ、もっと軽くなればいいなと思っていますね。はい。おお。軽い。あ、いいっすよ。うん。
来ましたね。 200g って言ったらペットボトルぐらいかなと思うんですけど、230g ぐらい違った気がするんで、数字的に。で、感覚もいいっすね。おー、これいいんじゃないですか。今のインプレッションとしては買ってよかったですね。うん、カルツァイス、プラナーじゃないわ、ゾナーですね。ゾナーの T アスター 55mm F1.8 です。で、これやっぱり、まあ、紙レンズって言われることもあると思うんですけど、描写良くて、もちろん収差はあるんですが、まあ、昨日ここの三脚じゃないわ、俯瞰のシステムのご紹介した時に、まあ、これで撮ったんですね。 50mmF1.4zoom で。じゃあこれでも全然やっぱり収差出て、金属の部分のキワのハイライトに。ただライトルームも進化してるみたいで、今まではそんなに綺麗に収差消えなかったんですけど、だいぶ消えるようになってるみたいで、綺麗に消えました、うん、なのでこっちで、まあ、出たとしても、まあ、収差消すってことは他のところの影響あるか、写真によって確認しないといけないんですけど、多分いい感じになるだろうなと思って。で、あと、ホワイトバランスなのか、ちょっとアンバーより、イエロー寄りに映る気はしてるんですけど、まあ、それはそれで補正したりしなかったりすればいいかなという感じですね。で、あとは気になるのは、スイッチがついてないと。AFMF 切り替えとか、フォーカスホールドボタンがない。何もないと。このカルサイズのロゴだけ鎮座してるみたいな。これもかっこいいですよね、でも。ボタンがないってことで、マニュアルフォーカスしたい場合に、左手でご操作できないというのがあるんですけど、アルファ1いいのが、ここですね。ここに、AF から MF まで切り替えられると。で、いいのが、端っこに AF シングルで、もう一本端っこに MF ってあるんで、ほぼノールックでこう、いけると。で、MF にしとければ、ここでピッてやって撮るというような感じがいいかなと。とりあえず、今、ファーストショット行ってみますね。おお。で、MF にしてみます。うん。MF の2枚目はライカロゴに合わせてみたんですけど、確認しますね。うん、やっぱ F1.8 いいっすね。はい、あ、めっちゃいいっす、はい、で、今ライカ Q3 を撮ったんですけど、レンズのズミルックスっていう刻印と、あと赤のライカロゴで、距離が10センチぐらいあるのかな。で、そのレンズの刻印に合わすとライカロゴボケるし、ライカロゴに合わすと、ズミリックスっていう刻印がボケるっていう感じですよね、 1.8 だと。で、これがF2.5 の G レンズ 40mm とか 50mm とか迷ったんですけど、やっぱりボケ味が弱いんで、社会振動ちょっと深めなんで、まあ言ったら iPhone と描写似てくるんですよね。まあ被写体との距離にもよるんですけど、ぼかしたければ被写体によればいいと思うんですけど、まあとはいえ、まあ見たままいつも撮ってる画角と距離で、そうだな、まあ被写体をより浮き立たせたい場合にはやっぱり開放がいいんで、その時にぼかせるっていうのはやっぱいいですよね。で、この 55mm っていうのも結構絶妙で、僕 50mm 好きなんですけど、なんか 60mm ちょい
まあ、ハセルブラッドでいう64ミリぐらい撮りたいなっていうの結構あって、あるいは75ミリ。ただ僕にとっては75ミリちょっと狭いんで、あと圧縮効果もちょっと出てくるんで、50ミリか60ミリ前後で撮りたいっていうシチュエーション結構多いんですね。なので、この55ミリっていうのはちょっと、50ミリよりもちょっと寄りでいいかなと。で、F1.8 っていうのが十分明るいという感じです。はい、かっこいいですよね、これ。こういう感じで。まあ、半年前に手放してしまったのは惜しいんですけど、まあ、ないものはないので仕方ないので、もう一回買いましたという感じです。結構いいですよ。アルファ1にこれ。僕はもう、これで常用レンズにしようかなと。で、仕事でもバンバン使えるはずなんで、これだと。うん。白さをちゃんと消せれば。かなりいいっすね。なので、50mmF1.4 の GM はもしかしたら、手放す？まあ、持っといてもいいんですけど。やっぱりね、GM 重いんですよね。うん。で、55ミリでいい描写してくれれば、僕はそれでよくて。っていう感じですね。で、アルファ1買ったことで、望遠レンズ欲しくなったりしていて、まあ、鳥とかを撮りたいこともあるかもしれないっていうので、まあ、70、200とか、まあ、それ以上のレンズもあってもいいかなと思ったりもしてるんで、ちょっとレンズも、整理したいかもと思っていて、まあ、24mmF1.4 は僕の中で神レンズで、こうやって自撮りするときとか、あとは動画撮るときめっちゃいいんですよね。 APS-C クロップすると 36mm ってことで使いやすいですし、ただ僕の中で 35mmF1.4GM と、あとこの 50mmF1.4GM は、まあ、50mm がこの 55mm 撮れたことでちょっと僕の中での立ち位置が危うくなるはずなのと、あと 35mm はちょっと描写柔らかいことに気づいたんで、まあ、先日紹介した α1 につけたことでちょっと柔らかい、まあ、それはそれで良さでもあるんですけど、でかつ 35mm そんなに僕使わない、まあ何でも撮れる画角であるんですけど、そこまででもないかもと思ったりしていていますかね、今のところは。はい。というわけで、ちょっと一応フードをつけてみますね。僕つけないんですけど、フードつけるとね、ドーンってでかくなるじゃないですか。これが嫌で、これはちょっとないな。うん。めっちゃ長いじゃないですか。でも、普段持ち歩いてても、あんまり見た目良くないんで、僕は使わないですね。もうこれで。ここ多少当たっても別にレンズには影響ないですし。うん。まあ、ぶつけても。まあ、これで運用しようかなと思います。結構軽くなりました。うん。体感結構違いますね。やっぱね、GM レンズ重いんでね。で、ここが形状的にボコってなってるじゃないですか。それがほぼなってないと、まあ、ちょっとだけ、うん、まっすぐだと思ってましたけど、ちょっとだけこうボコってなってますけど、十分いいですね。ちょっと他も撮ってみようか。あ、ちょっと今気づきました。ちょっとだけ AF は遅いですね。気持ち、あとは、まあ、まあ周差は結構出ると。まあ、めっちゃグリーンは出ました。はい。出ますね、やっぱりね。ああ、パープルめちゃくちゃ出てますね。やっぱ出るな、盛大に。まあ、ここは、まあ、一応我慢しながら使うかなと。出ますね。ちょっとすごく出ますね。
うん、まあ一応分かってて買ったんで、うん、まあ義足が、うん、出ます、盛大に出ます。まああとは寄れるのかな、これ。多分 GM と同じぐらいですかね、うん、多分。まあパープルグリーンって感じで出ますね。まあ出るんですけど、まあ描写はいいかなと、うん、軽いしいい感じです、はい、というわけでこれらの常用レンズとしていこうと思います。はい、それではお疲れ様でした。